あのね、なんでね、今日あれしたかというと、ね、俺がさ買ってきたさノートパソコンもさ評価してほしくてさ、これついでにそういうの全部やっていいか。ね、これ大丈夫かな。俺一応店員さんとかにしっかり聞いて買ってきたんだけど。え、ゴミだろ。マジで。俺一番軽くてある程度スペックあるやつにしてくださいっつってこれ買ってきたんだけど。まあ普段使わないからいいんだけどさ。用途は何ですかって言われたから、ニコ生ですって言った。ニコ生と YouTube ですって。なんかレッツノートでもいいなと思ったんだけど、とにかく軽いのね。あのバッテリーが長持ちするよみたいな。これすっげえ薄くない？これ俺重さに感動しちゃって、重さにすげえ感動して、 850g だよこれ。見て、すっげえ薄くない？これ富士通のライフブック UH90 シャープ B3 とコア i7 の 8GB。 これすごいでしょ。いや、まあ、その実家とかで外配信するときとかで、あれなんだよ、バッテリー6時間しか持ちませんよって言われたけど、俺よくよく考えたらさ、そんなさ外配信なんか絶対しないじゃん。十分でしょ。いくで 安かったよ。トータルで18万ぐらいで、なんかそのでウェブカメも買ってきたの。これ今使ったけど初めて、 C922 プロストリーミングウェブカム、ハイクオリティ配信って書いてあったから保証書わかんねえ、ついてんのか知らねえ。で別にそのさ、パソコンってさ2年持てばさ元取れそうじゃない？で外付けのバッテリーとかないよって言われたか から配信する人とかだったらレッツノートとかにして、なんていうの、バッテリーを複数持つっていうのがやっぱ主流ですけど、なんかお客さんの話聞く限り家でゲームばっかしてるみたいなんで大丈夫ですよって言われた。家でゲームばっかしてるんで大丈夫ですよってマジで言われた。メモリ8ギガ、ほんと4ギガ買おうとしたんだけど、なんかとんでもない、それを捨てるなんてとんでもないぐらいの鋭利な角度で店員に止められた。4ギガやめた方がいいですよって。で別にサブ PC でさ寝るときとかに寝っ転がりながら見たり考えにしないでくれ、めんどくせえじゃん。最低8は欲しいでしょ。i7 の型番何わかんない。多分ね、こいつ持って。たぶん俺 YMAX 契約したと思ったら、Y モバイルってやつ契約してて、今すごく、間違えて Y モバイルってのを契約してたわ。名前が似てたから、あ、それでいいっすよ、つって、なんか、いや、あれやって、聞いたの。俺 YMAX 契約したんですけど、なんかゴミな、なんか微妙なんですけど、微妙なんですよね、って言ったら、Y モバイルってやつ契約してた。間違えて。はめられた。量販店行ってなんかネットで契約するのってなんか難しいなと思って、量販店行ってすいません、なんかYMAX 契約したいんですけどつって、あ、 Y モバイルのことですかって言われて、あ、それですつって、それ契約しちゃった。ヤマダ電機で契約したんだ俺。ヤマダ電機で YMAX 契約したいんですけど、え、 Y モバイルのことですかって言われたから、あ、それですつって。いやでも、いや、このあれだよ、一連の流れっていうのはもう俺だけじゃなくてみんなにも起こり得ることだから気をつけな。 YMAX 契約しようとしてる人、違約金取られる。いや、それはあれでしょ、間違えたって言えばいいでしょ、クーリングオフ。さすがに店員間違えてる、こいつが安い方でって言ったんだろ。違う、だから俺がなんかそのカメラとかなんかその配信関係の機材、俺基本的に全部店員さんに、いるじゃん、なんか青い服着た、山田電機行くとさ青い服着た店員さんいるじゃん。でその人がもうすげえ上機嫌で、いや、この前もテレビ系の関係者が来て俺に釘付けだったんすよみたいなやつがいたの。だからさ、いや、こいつに頼むのは間違いねえと思って、
それにそいつに頼んで、俺右から左へで、うはいはいはい、さすがっすね、みたいな。半端ないっすね、みたいな感じで。その言ってて、いや俺なんかその Wi-Fi も契約したくて、つって。Y-MAX。俺がもしかして言い間違えたかもしれないけど、を契約したいんですけど、つったら、じゃあ、できますよ。うちでできますよって言われたから、じゃあそれしますって。そいつからいろいろ聞いたよ、だって。え、お客さんって YouTuber やってんすよね。動画上げたりしてるんすかつって。あ、上げてます。4月の改正で、Google の、胴元である、じゃあ YouTube の胴元である Google が、Google Chrome に Adobe の、あ、じゃあ Adblock を無料で、搭載したんで、お客さん、広告剥がされてますよ、みたいなこと言って。俺なんなら広告大してつけてねえのに。いや、マジでお客さんほんと損してますよ。だから、スマホ向けの、スマホ向けのコンテンツを充実させた方がいいっすよ。ぐらいのアドバイス受けた。俺最近さ、またさ、変なさ、スマホのウイルスにかかっちゃって、これちょっと見てほしいんだけど、これ、見える？これスマホのサファリ起動したらこれがすっげー出てくるんだけど、見えねえか。 Google ユーザーのあなた、おめでとうございます。一件の Google ギフトが当選しました。 iPhone X、 iPad Air 2、 Samsung Galaxy S6 の中からお選びください。商品を受け取るには、3つの質問にお答えくださいって言われて、 Google の創始者は俺だから、え、なんか俺がローゼンシャルマと知り合ったから聞きつけて友達みたいな感覚に送ってきたのかなと思って。ただ問題内容が、 Google の創始者は誰ですか、創立者は誰ですかみたいな問題が1問目に来て、えっと思って、おかしくないかって。でパッて見たら、幸運なことに、あの1分16秒以内に答えれば大丈夫ですよって。こんな時間制限があるものなんかないじゃん。だから気づいた。嘘だなこいつっつって、これ俺騙されてんなって。聞いたのね、俺携帯にもウイルス移っちゃったんですけどって、山田電機の店員に聞いたら、いや最近のウイルスっていうのはネット経由で移るからもう関係ないんですよって言ってたよ。で、お兄さん YouTuber とかで配信してるんですよねって、あなたのパソコンがウイルス映ってたら配信してるだけで視聴者にも映りますよって言われたんだけど、絶対嘘だよな、そんなのありえなくない？で、俺が配信してるわけじゃなくて、 YouTube とかニコニコのサービスを使って配信してんだよ。こいつ絶対持ってると思ったけど、そんなこと絶対ないじゃん。俺がさ、自分の自社のサーバーでやってるわけじゃないんだよ。俺ニコニコ動画とか YouTube とか、今ニコ動と YouTube やってるけど、その2つのサーバーを経由して配信してんのに、なんで俺のウイルスが世の中に。それ絶対ないよね。いや、店員っていうか、なんかサービスないよみたいな人。ただその兄ちゃんおもろくてさ、おもろくてめっちゃ幸せな、一緒に動画作りたいなと思っちゃった。